六甲鉱山植物園は、兵庫県神戸市の六甲山上にある植物園。植物学の第一人者、牧野富太郎博士の指導を受けて1933年6月24日に開園し、1955年に博物館総統施設の指定を受けた。阪急阪神ホールディングス傘下の阪神、電気鉄道の直営であるが、実際の運営は2003年以降。 子会社の阪神総合レジャーに委託されている。園は海抜865メートルに位置するためとし、平均気温は北海道並みの約摂氏9度である。この気候を利用して世界の鉱山植物、寒冷地の植物など約1500種の植物を栽培している。昭和天皇の行幸記念広鉱鉱山植物園はその学術性から 公室の訪問をたびたび受けている。2008年6月に、六甲鉱山植物園はスイスを代表する高山植物園とされるベルン州、インターラー県郊外のシーニゲプラッテ山頂にあるシーニゲプラッテ高山植物園と姉妹提携を行った。日本とスイスの植物園同士の初の姉妹提携である。両植物園が登山電車やケーブルカーでアクセスするなど、 共通点が多いためとされている。姉妹提携以降、六甲鉱山植物園では、園内の道票を、スイスのハイキングコースと同様のデザインのものに交換されたり、スイスの国旗やスイスの州の周期の形容などが、イベントに合わせて行われている。また、園内の小便小僧が、期間限定で、シーニゲプラって登山鉄道職員の制服を着用するなどしている。 ありがとうございます。